今回は上級者向け超難解アニメ参戦を解説するぜ。解説しようがないかも。ああ、なおネタバレだらけなのでご了承ください。ネタバレされても意味不可な？最初は1985年の押井守監督の OVA 天使の卵だ。これがアニメ史上最も難解かもしれないな。いきなりラスボスかよ。ファイナルファンタジーで有名な天野義高さんがキャラクターデザインだね。ではないよ。まず卵の中の、羽化する前の鳥の雛が描かれる。天使じゃなくてただの鳥やん。そして銃を担いだ兵士の少年が登場する。彼が主人公の一人だ。彼は機械仕掛けの巨大な球体を見上げている。その表面はたくさんの彫像で埋め尽くされ、海に沈んでいく。もうすでに全然わからん。その後、廃墟の街で、大きな卵を大事そうに抱えている少女の孤独な生活が描かれる。彼女がヒロインだ。これが天使の卵？そうなんだが、そういった説明のセリフは全くないんだ。でも背景はすごくよく描けてるね。そう、それがこの作品の一番の長所だと思うぜ。思考停止して背景を鑑賞するアニメか。突然戦車の大群が現れ、その中の一両からさっきの少年が、少女の前に降りてくる。唐突なボーイミーツがあるやな。少女は少年から逃げ出し、廃墟の店で見つけたジャムを食べる。いや、そんなのだけで生きていけるかな。少女が卵から目を離した隙に少年に取られるが、返してくれた。いいやつなのかな？それとも取り入れようとしてる？少年は卵の中には何が入っているのかな？割ってみないと中身はわからないと少女に話す。何を考えている？少年はネズジンパチさんが演じてるけど、声も演技もいいんだよな。声優でなくても一流の俳優さんは、アニメの演技もうまいよね。その後街に巨大なシーラカンスの影が現れ、突然出てきた大勢の漁師たちが槍を投げる。だが影なのでどうにもならない。どういうこと？魚の影や漁師たちが何なのかという説明は、最後までありません。ああ、そういうアニメなんだ。少女は街で瓶を探して水を入れ、自分の住む廃墟に並べている。その理由は？少年は少女に集めた瓶の数だけここにいるのかなと尋ねたが、少女は首を振るだけだった。瓶についてはそれだけ。あのさ、もういいや。少年は旧約聖書のノアの箱舟の一節を話す。これだけが世界観についての説明なんだよな。考えるな、感じろ。少女は少年に翼の生えた生物の化石を見せて、卵の中にはこれがいる、私が温めて返すのと話す。そうだという根拠は？少女がそう思う理由の説明などない、卵を手に入れたいきさつもわからない。はい。少女は少年を最初警戒していたが、今は完全に懐いていた。幼女、ゲットだぜ。眠る少女。ここ3分くらい絵がほぼ動かなくて、尺稼ぎにしか見えなかった。その間に不明点をいろいろ説明してくれればいいのに。少年は少女が眠ったのを確認すると、卵を取り上げた。え、まさか。そして卵を床に置き、銃を振り上げて。おい、何すんだよお前、やめろ、やめろおお。少年は立ち去り、卵は割られていた。あの野郎おお許せねえ。号泣する少女。てか、卵の中身は何だったの？わからないまま終わる。あ、はい。少女は少年を追うが、崖から落ちてしまう。あまりに不幸すぎる。谷底で少女は、成長した自分の分身と出会う。は？少女の分身は少女と口づけした後、口から大量の泡を吐き出して、その泡はたくさんの卵になったのであった。何が起こっている？そしてその卵は冒頭の鳥の卵になったらしい。もう、理解しようという気が起こらない。そして最初の方で海に沈んだ巨大な球体が、海中から浮かび上がる。ああ、あったねー。その球体の表面の彫像の中には、あの少女そっくりの卵を抱えた像があった。これは、なくなって、天に召されちゃったのかな。少年は砂浜で、その像をいつまでも見つめていた。なんで卵を割ったのかだけでも説明しろや。そこからカメラが上空に引いていく。この陸地はノアの箱舟らしい。ああ、だから少年がその話をしてたのね。おしまい。なんかもう、何にもわからなかった。わかったところがない？おしいさんはこの作品でわけのわからないものを作る監督というレッテルを貼られ、しばらく仕事が来なくなってしまったそうだ。そら貼られるわ、バシッと。宮崎駿さんは、努力は評価するが他人には通じない、あんなものよく作れた、頭がおかしいと評価したそうだ。これを宮崎監督に見せられるおしいさんがある意味すごい。おしいさんの母親はこれを見て、もう観客が来なくなるのではと心配したそうだ。親にまで心配されるとは、私としては、70分しかないし、不条理でシュールな謎世界観を体験したいならありかなとは思う。まさに怖いもの見たさだねー。次は1998年のシリアルエクスペリメンツレインだぜ。リアルがネットに侵食されるサイバーパンク SF アニメだ。あーこれ、何回アニメでよく上がるやつやね。1話、主人公の岩倉レインは飛び降り自殺した同学年の子から、肉体を捨てるために命を絶ったというメールを受け取る。
いきなりホラー展開。さらにその亡くなったはずの子に街で出会ってしまう。怖い、心霊現象か？には、サイベリアというナイトクラブにレインそっくりの派手な子がいたと言われるが、レインには覚えがなかった。JC なのにこんな店に出入りするとは。3は、レインは何者かからプシュー家というパーツを渡され、それをナビに組み込んだ。これではイヤードというネット空間にフルアクセスできる。なおこんな格好してるのは静電気防止のため。PC いじるとき、服脱いだ方がいいのか？4は、ワイヤード上のネットゲームと現実が融合し、犠牲者が出てしまったシーンが書かれる。何が起こっている？レインの父は彼女にワイヤードはコミュニケートするだけの空間、リアルワールドと混同してはならないと忠告する。その通り。しかしレインは違うよ、境界ははっきりしてない、もうすぐ中に入れるんだよと反論する。あかん、ネットとリアルの区別がつかなくなってる。5は、謎空間でレインの母が、ワイヤードはリアルワールドの上位なので、肉体の現実などはワイヤードに流れる情報の、ホログラムでしかないと話す。お母さんがそんなキモータみたいなこと言っちゃダメー。さらに母は人間の脳の活動は、シナプスの電気伝達によって引き起こされている極めて物理的な現象に過ぎないと続ける。レインはあなたは本当のままと不思議がるのだった。お母さん、リアルを捨ててネットに生きるのか？今度はレインの父親が現れ、ワイヤードの起源が電気や電話なら、その登場時点でもう一つの世界が、生まれたのではないか。リアルワールドの神は概念でしかないが、ワイヤードならゼウス的存在が具現しうると説いた。ネットには神がいる？チャンネル登録者数が1000万の人とか、カップ麺を作ればすぐ品切れになるし。6は、レインはワイヤードでホジスン教授に出会う。彼は過去に子供たちが持つ微弱ない能力を引き出し、それを収束する。実験を行ったと語る。実験結果は破棄したが、誰かがゴミ捨て場を漁ってアップデートしたんだろうと推測した。そのせいで厄介なことが起きてるんだね。7は、レインはリアルワールドなんて、ちっともリアルじゃないとつぶやく。私はこのセリフがすごく印象に残ってるんだよね。リアルも所詮は皆が仮面をつけた上辺だけの世界。そんなレインを親友の水木アリスが心配する。この作品が意味不明と言われつつも名を残したのは、彼女の存在のおかげだと思うぜ。意味不アニメでも友情とか理解できる部分さえあればね。その点さっきの天使の卵は、8は、レインは家で両親に、ある人に、お前は岩倉レインか？お前の両親は本当の両親か？と聞かれたと言って泣く。レインちゃん。ところが両親は無言でレインを見つめるだけだった。怖すぎー。アリスが自宅で好きな男性教師を思ってをしていると、いつの間にか部屋に現れたレインがそれを見ていた。ユリじゃなかったのかよー。レインのせいでレインは学校で覗き雇われ嫌われる。レインはワイヤードで自分の偽物のレインを見つけ出した。しかしレインを消すと自分もいなくなる恐れがあるので、レインは手を出せなかった。厄介な相手やな。謎の存在デウスがレインに、もう一人の君はワイヤードにずっと存在していて、君はただの肉体でしかない。どんなところにも君は存在して、見たものを人に伝えた。ワイヤードの情報はシェアされるべきだからそれは正しいという。私のそばにもレインちゃんがいるの？レインは嘘だ。私が私を認識している限り、私の自我は私の中にあると反論した。難しくなってきた。そしてもしあんたの言う通りなら、皆がレインに見られた記憶を私が消してしまえばいいとレインは言った。デウスはやってみればいい？君ならできると答える。あれ？なんか敵の術中にはまってね。ところが実際に皆の記憶を削除すると、皆がレインを認識しなくなり、皆はレインの方と仲良くしてしまう。デウスにはめられたー。9は、この回でネット早々期の歴史が語られる。テッド・ネルソンは衛星の巨大な電子図書館を打ち上げ、地球上のどこからでも利用できるデータベースを作る構想、ザナブを発表する。ザナブっていう洋楽やパソコンゲームがあったねー。このアニメではテッドをハイパーテキストの考案者としてるけど、現実はザナブ計画はウェブに負けたんだよな。てか、何の話をしてるんや。地球には電磁波が存在し、電磁層と地表との間で常に共鳴が起こっている。これをシューマン共鳴と呼ぶ。ダグラス・ラシコフは人間同士がネットワークで相互接続することにより、地球自身の意識を覚醒させうると主張する。もうオカルトやな。ここからはこの作品独自の設定。研究者のエイリ・マサミは、人類はデバイスすらも必要なく、ワイヤレスネットワーク上に、無意識下に配置されるという仮説を発表した。さらに彼は第7世代ワイヤードプロトコルにシューマン共鳴ファクターを、独断により暗号化し、書き加えていた。もうわけわからんよー。ストーリーに絡むんだろうけど、事態が発覚すると研究所はマサミを解雇し、彼はその後遺体として発見された。首になったのがショックだったのか。10は、デウスの正体はマサミだった。彼が自分の存在情報をワイヤードを滑るプロトコルに混入させていた。もう亡くなったはずなのに、ネットの海に漂うゴーストなのか。ネットは広大だわ。
レインは学校では認識されないままで、家では父親がお別れです。レインさん、と言って去ってしまう。レインちゃん、かわいそう。マサミはレインは実体がもともとなく、自分が世界に送り出した存在だから、僕を愛してとレインに迫る。このロリコン野郎。だがレインはマサミの言うことを信じず、彼に抵抗する。ええぞ、そんなロンゲオフさんには屈するな。11話。レインはレインが言いふらしたアリスと男性教師の噂話を、その力でなかったことにした。ええ子や、アリスちゃんの端末、昔の iMac みたいだね。12話。レインの家に来たアリスは、なぜ自分だけ辛い記憶を残したのかと泣く。それは、レインちゃんが自分を忘れてほしくないからでしょ。レインはアリスだけは私の友達、私はアリスが好きと思いを伝える。ええぞ、こういうのが見たかったにゃ。レインは私はワイヤードとリアルワールドの領域を崩すプログラムだったの。みんなアプリケーションでしかない。肉体なんかいらないのと言った。本当にそうなるサイバーパンクな未来が来るんやろか。アリスはレインの言ってることは間違っている。ほらこんなにドキドキしてるとレインの手を自分の胸に当てる。最高や、ここ来るまでに切ったやつは負け組。ユリの間に挟まる男性教師とかいらんかったにゃ。ドキ、ドキ、どうしてかなーと盛り上がって、二人はキャッキャウッフと笑う。これや、これが俺らが求めていた理想郷や。だがそこに神を自称するマサミが現れ、バグっているね、デバッグしてあげる、さあおいでとレインに言う。またユリの間に挟まるおっさんが、レインは、地球の固有振動にシンクロさせる行動プロトコル7に組み込むことで、集合的無意識を、意識へと転移させるプログラム。それ、本当にあなたが考え出したことなの?とマサミに言った。このプログラムと、6話の少年たちを使った実験の合わせ技で、ワイヤードとリアルワールドが繋がったということらしい。難解すぎる。そのプログラムも実験もマサミの業績ではなく、マサミは誰かさんの代理の神様でしかないとレインは切り捨てた。エイリマサミは SAO のスゴーノブリュキのモデルなのかな?激怒したマサミは化け物になって二人を襲う。ここの作画は諦めたいですごいぜ。なんか終盤になってみたかったものをぶっこんでくるね。だがマサミはレインの能力で飛ばされた電子機器で叩き潰されて、あっけなくやられたのであった。ネットの話なのに、最後は物理対物理で決着という。最後の13話。マサミは倒したがアリスはショックで発狂してしまった。レインはごめんねと謝り、そして、レインは世界をリセットした。え、どうなっちゃうの?改変された世界では、レインの存在は消えてしまった。そんなぁ。アリスは友達からサイベリアに誘われて、誰かにメールを出しかけるが、誰に出そうとしたのかわからなくなる。真相意識では覚えてるにゃ、レインのことを。もうあんな会社辞めてやると切れているマサミ。こいつ復活させたのかよ、女神すぎるだろレイン様。レインはレインに、レインはどこにでも偏在している神様になったと言われる。だがレインは神であることも、世界を都合よく作り直すことも否定した。どうするにゃ。時は流れ、成長したアリスは教育実習生になり、男性教師と付き合っていた。なんだよこれ、バッドエンドじゃねえか。いや、アリスが幸せなら。アリスはレインに出会う。会ったことがある気がしたが、レインは初対面だと言い、アリスはいつかまたと言って別れた。ああ、レインちゃん、現世に戻れないわけではないんだ。レインはアリスを遠くから見つめながら、そうだね、いつだって会えるよとつぶやく。終わり。何回アニメの割に綺麗に終わってるね。後の魔法少女マドカマギカはこれに似てるかな。影響は与えてるかもね。キャラクターデザインは同じ岸田貴博さんだし。何回要素を全部除去したら、マドマギや SAO みたいな後のヒット作の要素てんこ盛りって感じだったね。最後は2001年の OVA 猫汁そうだぜ。カルト漫画と名高い猫汁うどんを原作としつつも、シュールで不条理なオリジナルストーリーが繰り広げられるぜ。また天使の卵みたいなやつ?あれほどじゃないが、抽象的で難解なところもあるな。サイレントアニメだから説明セリフもほとんどないしね。では内容。オスの子猫のニャッタはお風呂で遊んでいて、溺れかけてしまう。やばい。でもなんとか助かった。危ねえな。一方、ニャッタの姉のニャー子は病気で床に伏せていた。はよ治るといいな。ニャッタは風呂場から出てきたが、両親は相手にしてくれない。昼間から飲んでるダメ親父。外に出たニャッタはおばさんたちにも相手にされず、おばさんを引っ張ったら線が外れて空気が抜けてしまう。もう意味不明になってきた。死神らしき存在に連れて行かれる姉を追ってきたニャッタは、姉を取り戻そうと引っ張る。チーズみたいに伸びてる。ニャッタは姉の一部を取り戻し、家に帰る。一部か。死神はヒントらしきものを出す。花?どういうことだろ。一方、父親は風呂に頭を突っ込んでいるニャータを見つけ、助け出す。あれ?自分で出てきたはずだよね。ニャー子は亡くなったと医師から診断されてしまう。だがニャッタが奪ったものを姉に吸わせるとニャー子は蘇った。よかったねー、あれは生命力だった。だがニャー子は生き返ったものの正気がなく、弟に手を引かれてついていくだけになった。
やっぱり、一部しか取り戻せなかったから。二人は母親のお使いに出かけたのだが、いつの間にかサーカス見物をしていた。やっぱり不条理な展開なんだね。サーカスの水芸で大洪水が起きて遭難する。ニャッタは船に同乗する豚の肉を姉に与える。キャー残酷。これは原作ネタで、たまにこういうグロシーンがあるぜ。自分の肉を食うなぁ。その後も二人は不思議な旅を続けるのだが、不思議すぎるわ。旅の果てに、ニャッタは一輪の花を見つけた。あ、死神が言ってたやつ。その花の香りを嗅がせると、ニャーコは正気に戻った。やったー、こりゃハッピーエンドやろ。そして二人で家に帰り、一家団らんの時間。お父ちゃん、飲んでばっかやなー。だがニャッタがトイレに行って戻ると、家族は消えてしまっていた。え、そしてニャッタの家も、アナログテレビを消すようにして消えてしまう。なんで、アナログテレビのノイズ画面になって、おしまい。何がどうなってるんだよー。実はニャッタは最初に溺れて命を落としてるんだろうな。その後は死後の世界と考えれば辻褄が合うぜ。そんなアウツアニメすぎるだろう。以上、上級者向け超難解アニメ参戦を解説したぜ。天使の卵と猫汁草は、寝てる間に見る夢みたいな作品だったね。そうだな、特に猫汁草は漫画のネジ式の影響が強いと思ったな。アニメはネジ式ほどのシュール系の代表作はないみたいね。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。不条理なチャンネルだけどよろしく。それではまた次の動画で。